無理ないか。ではこれからブリダイコンを作っていきます。今回使用するお魚はブリ、お野菜は、はい、お出汁、お酒、お砂糖、お塩でございます。では大根、ブリ、お出汁に砂糖、そしてその回数は年齢的に増えていく。これやっぱ砂糖入れると焦げるのか。うん、ちょっと焦げる。なんぼ弱火でしたと焦げる。そんな夜間尿、頻尿、尿漏れには漢方薬が効く。うまいことをやる。薬師八味岩醤。尿トラブルの主な原因、これは排出口に膀胱が硬く、容量が小さくなり、尿を溜め込む力が弱くなる。そこで薬師八味岩醤。夜間尿に唯一効く漢方処方、八味地黄丸が血流を良くし、体を温めることで膀胱の機能を整え、夜間尿にちょっと醤油入れすぎたかもしれない。軽い尿漏れに効きます。さらに日本薬師堂はお客様目線で飲みやすさ、続けやすさに徹底的にこだわり、改良を重ねること4代目。錠剤サイズは歴代最小を実現。フィルムコーティングで匂いを抑え、つるんと飲みやすくしました。これまあ歩いて行ったらずっと行ってもダメやったらご飯が好きなのに呼ばれてみて、ここで控えちゃうのと、ハスラタン、ハスラタン手前で控えてな。通常価格7700円のところ、ぜひお試しいただきたいから、特別価格 74% オフの1980円でご提供。お申し込みは0120-894-177、 0120-894-177、 薬師177まで。お電話お待ちしております。これお昼の卵焼きが最高に美味しい。いつもあんたね、何屋さんの人か、うん、大変じゃないだろう。いいと聞こえて、入っても入ってもいいよ。まったくこんなの奉公人に使ってるようで思いやられるぞ。ごめんなさいよ。いらっしゃいませ。仕事を探してるか。いえいえ、あのね、菊さんいるかい。卵一日1個は食べた方がいいで、カルカルあのタンパク質ですよ。あんたここの用心棒。そんなところだ。それにして品がいいね。これは恐れる。けどね、どこの色町から連れてきたのか知らないけど、菊さんも50ずら下げてこんな若い人を引っ張り込むなんて気色の悪い。あの、何か誤解なさってるんじゃない？私、菊蔵の娘ですけど。え、娘？あら、じゃああんたがあの菊さんの。あら、そう。それもお味噌でしちゃってごめんなさいよ。そういや、聞いてたわ。菊さんには似ても似つかない綺麗な娘さんが二人いるって。いや、もう一人はそうでもないんですけどね。なんか言ったもねえと。あんた、この方が妹さん。父とはどういうご関係なんでしょう。どういうご関係って、それを言っちゃ菊さんが怒るんじゃないかしら。ただいま。菊さん。あ、おきよさん。おきよさん、わしが若い時大阪で奉公していた時の知り合いなんや。おお、そうだと。こちら早見長三郎様、いろいろお力になっていただいてるんや。いやいや、この磯郎だ。あの、これが娘のお夏とおはる。え、菊さんとおかみさんは。ああ、この下の
私もあのお棚はお暇をいただいて、今は南の笠井町でね、仕立て屋をやってるの。ああそうですか。あんたもともと針仕事が上手やいうことで、江戸棚から大阪の方へ行きはったのね。おかげでね、今じゃお針子さん3人おいてどうにかやってますよ。そりゃよかった。今日夜どうする？朝すんなら。持ってますよ。肌身離さずいつでも持ってるかもしれないよ。いけないか？お父さんの様子、ただ持ちじゃないと思うの？もう、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 あの二人ね、きっと昔なんかあったのよ。あったよね。あったよね、なんかあったよね。お姉ちゃん。今日って女の人になんかとんでもない弱みに握られてるみたいよ。弱み、うん、おって何でしょうな。拳金の使い込みがどうやら目付けに嗅ぎつけられたよ。早く穴を目線とお互いに首が危ないと例の活動が目星相手を見つけてきました。おお、金はたっぷり持っているさ。僕屋の時は待ち方に気づかれたばかりに金をどうする。今度こそ成功させねばならんぞ。ちょっと来た。